ただそのでかい女言うてもそのまあ知れてるわね。もともとその大和がちっこいから、あのイルがね、つまり大和男子ちっこいから目の細い女でかい言うても知れてるから、うちぐらいのサイズはないよな、そらな。あ、うちは目がパッチリしてるよ、先住民に、はい、エミシ民族やからな、エルメスやから。地球本来の人類っていうのはね、後から来たよ、先にヤマトが発生したから。なんでかって言ったら受精卵がうちやからやねん。地球が、地球を守るために、地球をヤマトから守るために後からエミシは来たからな。その事情はあるよ。それをみんな混同してるんじゃ、誤解してるんじゃ、解釈不足いうか解釈ミスを起こしてんね。ね。で、うちのそば来たら、そら、エヴァ X は、イブ Y に戻ろうとするし、アダム Y は、アルマ X に戻ろうとするよ。うちのそばに来たら。真下口にやれ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 やとか、ね、トゥル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 とかされたら、戻ろうとする。こうやってフルにかけられて。な、そらさんが所詮、漬け焼き場のキメラやから、エヴァ X もアダム Y もの必死で戻ろうとするやんか、うちに思ったら。そんなこんなでうちの周りにその怪しい XY が集まってくるとも言えるけどな。でしょ。まあ急に精神構造が変わってイライラもするでしょ、うちのそばに来たら、ね、それはエヴァ X がイブ Y に戻ろうとしとるし、アダム Y がアルマ X に戻ろうとするから当然うわーってなるかもな。まあジュリーは結局そのヤマトが元の世界に帰れないから、だから暫定措置として仕方なくそのイブをエヴァにし、アルマをアダムにしたわけ。だけどそれはその変換された遺伝子の人だけやからな。だから元々のアルマ X や元々のイブ Y の人にとってはピンとこん話やんな。え、じゃあ男性は全部イブ Y なんですか、つかそのね、男性染色体。そうですよ、だって地球は XX だもの、うちだから、元々の本来のうちやからね、アルマアルマのはずやね、でしょ、本来はね。どの時点からかややこしくなってるかもしらんけど、ね、じゃあヤマトとって全員男性なんかって、そうじゃないでしょ。だってワイワイなんて生まれへんしね。でせでせ、他のうちは知らんで、宇宙というか他のマトラスが知らんで、ワイワイの人おるかもな。うちの世界ではワイワイが死ぬ、生まれへん。それはうちがエクセクセから、女性やから、地球が女性の、女性に生まれる予定の受精卵ちか、まあ女性やからやんか、受精した結果女性が発生してんのよ、その地球っちゅう形で、マリコ受精卵っていう形で。だからかもしれんね、ワイワイが生きられへんのは。ね、まあそんなこんなで、その一番根本の解決はそれなんですけどね。ただそのじゃあなんでそのヤマタはうちにそもそもひどいことしたんですか、言ったらそれは受精後に来てるから、あの人たちは、ね、でしょ、受精後にというか、うちがもう発生したのに後から来た精子やから、すでに父母が受精してうちができてるのに、マリコ受精卵が、その後にかかってきた精子が、それが Y 染色体たち、ヤマトたち、ね、じゃあ父の X、 じゃあ父の Y はもうないやんな、受精済んでるからすでに遠いで、じゃあ父の精子の Y の部分どこ行ったんですかって、うん、どっかにおってうち守ってるんちゃう。ね、あるいは父の精子の中の受精し損ねた染色体の人たちはって、親戚たちちゃう、うちの多分、うん、多分そうやと思うで、きっとこっから先はちょっと防衛上の問題があるから言いたかないわな。